じゃあ、この資料から、話をしてみよう。じゃあ20。すでに2020年、韓国、日本でプレデビューしてから、なんか最近はね、プレデビューとか、本デビューとかっていうのが分かれていたりとか、あと前はアルバムね、8曲、10曲とか出してる方法では出ないよね。1曲出てアルバムに2曲、3曲。あとはもうミニアルバムっていうのもあって、1曲だけ出したりとか、まあデジタルアルバムっていうのもあるし、まあいろんな、形で今もうデビューをしているのがまあ事実ですね。で、NiziU が、実際韓国で売れる売れない、外国人はどうのこうなのだっていう話が出てるときに、K-POP の中でもありましたよね。これは K-POP なの？ J-POP なの？それともね、日本人のメンバーがいたら何ポップなの？これは何なのっていう話がすごい出てて、そこで結構いざこざされたりとかで、皆さん多分見たことあると思うんですよ。で、今回はね、韓国のコンテンツジヌウォンっていうところがあるんですよ。コンテンツの、コンジロンっていうところがあるんですけど、そこの、人たちのインタビューとかっていう内容を少し持ってきました。じゃあまず今日本 J-POP だ、K-POP だっていう云々っていうのは、もう遅れた話だという話です。で、NiziUの誕生は2000年の頭ですね。輸出商品として活動をし始めた時から当たり前なこと。NiziUっていうのはJYP がね、日本に行きましたよね。日本に行ったイベントをして、世界で通用するガールズグループを作るという話をして、で、これすごい斬新だよねって言ってるけど、実際外国人メンバーは、たくさん、働いたよねっていう話を今してるんですよ。この記事では。なので、アイドル、まあ皆さんすごい崇拝していて、すごい可愛い、この人間の感情を操る、立場っていうのはもちろんわかります。私も見てて、あやかたき見てもキュンキュンするし、キムジホンに似てる、リクちゃんを見ると、もう小学校の時を思い出すし、美を見るとなんであんなにかっこいいのとか思ったりとかあるんで、私もわかるんですよ。3世代アイドルのスタート。じゃあ、3世代アイドル、今までね、アイドルの分け方が3つあるとして、1世代と2世代の特徴は何ですか？ 1 世代と2世代の特徴は何？だって基本韓国人なんですよ。髪こうなってっても、基本韓国人だったんですよ。海外ちょっと住んできたよ。俺らすげえヒップホップちょっとできるよ。あの時インターネットがなかったから、今若い方います？ 10 代の方とかいます？ 20 代の方はわかるかな？電話もなかったんですよ。家に電話がない家もあったし、公衆電話っていうのがあって、皆さんたまにあるでしょ？自分の友達に電話するために家から10分歩いて公衆電話、待ってって、前に5人ぐらいいるのね。で、待ってって、そこで5円玉入れて、やるわけよ。何を？電話を。で、DDD 落としたら30秒後に切れるから、もう切るね、みたいな方が切ったりとかしてた。うん。で、昔はタバコ吸いながら公衆電話使ったりとか、そういうのもあって、だから時代はインターネットなかったんですよ。だから、ちょっと、俺、ヒップホップできるぜ、みたいな感じでこうやると、みんな信じる。まあ、海外住んできたからそんなもんか、みたいな、こうなるんですよ。だから、一人がそうやって言ってくると、みんな髪型こうなっちゃう。時に流行ってたのがこれだったんで、まあみんなこうなっちゃう。っていうのが、昔はこうやらないとできなかったんですよね。でも今は違う。しかも、3世代アイドルは全員外国人ですよ。韓国で、じゃなくて、日本でとりあえず活動しているとはいえ、日本で活動しているとはいえ、全員が外国人っていう3世代アイドルのスタートをNiziUがスタートします。だから JYP すごいですよね。誰もそうやってない。全員外国人っていうのはあまりにもリスクが高いんですよ。知ってる方も多分いると思います。ボイストリーっていうグループですね。ボイストリー。ボイストリーが、NiziUよりちょっと前に、ありました、実際。うん、これもオーディションとかで、やってたやつだけど、全員中国人です。全員チャイナで中国向けに、デビューをさせたやつ。で、NiziUより早いですよ。これをやったんだけど、あんまり良くない。これなんであんまり良くないかわかります？日本と韓国は、日本っていうのは、なぜかそういう微妙な国民の感情があるんですよ。ノージャパンのやつもあるし、なんか皆さんあるでしょ？喧嘩とかなんかこう反日とかっていうあんまりこうね、良くない言葉っていうのがあるけど、逆にそれがあるから名前を知らせるきっかけにもなるんですよね。それを JYP はここで、感じました。中国にデビューさせて、中国に大人気だった人さっきいたじゃないですか。さっきこう、海外からヒップホップ習ってきたぞっていうこういうね、HOT とかは、この後ろこれ中国のファンミーの時なんですよ。これ中国のコンサートの時なんですよ。おう、こういうね、これを狙って、これ以上お金を儲かるためにどうすればいいんですか？じゃあ全員中国人にしよう。じゃあ中国の市場にすごい馴染ませて、稼ぎましょう。になったけど失敗をしたんで、いや、それだけじゃできないんだよね、と。やっぱりそういうね、国民の感情とか注目させるっていうのは、とても大事だよね。っていうのを着目します。日本ビジネスセンター。だから日本にある観光のコンテンツの研究員なんですよ。じゃあ K-POP って、海外で真似して作ったりするのって、技術漏れなのか。JYP はこの時にすごい叩かれましたよね。なんで？ちゃんと韓国の、アイドルの育成プログラムを海外に全部パクって、そこで全部同じのようなグループをたくさん作ったら、K-POP で全滅するんじゃないの？この売国名みたいな風にも言ったりしました。で、やっぱりこう分析をしているところが冷静に言う内容は何ですか？すでに10年前から2010年ぐらいですね、ドラマや K-POP を作ってた人たちは、だからもう冬空とかもここに入りますよ。東方神起とか、アジアの各国に転職しました。もうすでにその時に、ドラマとかね、曲を作ってた人は、海外からお金くれたらだって行くじゃん。だからそこにもすでに転職してて長いし、もうなんで今更っていうことなんですよ。そのノウハウ、アイデアがすでに使われているはずなのに、今 K-POP に悪影響ありますか？今 K-POP に悪影響ある？実力があればどうなります？こうなるのね。実力があれば全員韓国人。真似ができない。真似は似てるものは作れるでしょ。バタみたいな窃盗所と同じような形で、髪型一緒で、何かしらの英語半分、何語半分みたいな感じで、なんか、いろんななんか似てるようなものを、作れば、真似はできるかもしれないんだけど、だからそれが BTS のなんか網が半分に減りましたか？そんなことないんだよねっていうところを指摘をします。だから、K-POP 風の J-POP、まあありますよね。正直ありますよね。で、あと中国音楽、中国、まあ何ポップっていうんですか？ C ポップって言うんですか？チャイナポップなんて言うんですか？知ってる方います？ C ポップって言う？で、決して新鮮ではないでしょ？ただ真似をしてる韓国風っていうのは。実際そうじゃないですか。あんま新鮮ではないじゃん。韓国風のジャージャー麺皆さん美味しい？美味しくないんだよね。なんか本場のものが美味しいよね。寿司とかもそうですよね。私日本風の寿司ってあんま好きじゃないかも。寿司はちゃんとした日本の寿司が美味しい。やっぱりね。で、TWICE のミサモツとして、Niziu は、亜種になるよりは、自ら K-POP に所属することを選択した。ミサモってそうなんですよね。普通に日本に転職をして、日本の J-POP の中に入って、日本語メインで活動するっていうのもいいかもしれない。うん。Niziuもそうなんですよね。ただ日本ですごい有名じゃないですか。ソフトバンク、コカ・コーラ、すごい大きな CM 全部撮って、日本でとても人気で、オリコンチャート1位になったりとか、知ってるけど、自ら JYP 所属のまま、韓国で活動をする。そして韓国のテレビ番組にたくさん出ると。自ら自分たちが、私たちは K-POP グループですと。いう、所属をするのを選択したよ。だから、ちゃんと韓国の K-POP が好きな日本人か、海外の方々は、別に、それでなんか、韓国の K-POP に悪影響はないでしょ。で、ミサモは韓国でも大人気でしょ。で、サナモモとかすごい人気じゃないですか。まあ、みんなもそうだけど。だから、何の問題ないよ、という話をしています。K-POP のプロデューシングで作られたアイドルが、もう、日本ではね、人気を超えて憧れの存在になる。うん。まあ、サナとか人気だよね、可愛いよね、じゃなくて、いや、サナになりたい。うん。何になりたい。それでみんなどこ行くんですか？韓国に留学行ったり、JYP の練習生になったり、Y 字のオーディションを受けに韓国行ったりっていう人が結構増えました。私前はね、結構ワーホリで行った言語とかね、韓国のなんか文化を勉強するためにっていう人多かったけど、最近聞くと就職するために、ダンスを学ぶために、アイドルになりたくて、アイドルメイクアーティストとかになって、好きなアイドルの隣にずっといたいという、そのストーカーのような考え方を持ってる方とか、まあ様々なんですけど、その人たちがよく行くんだよね。つまり、憧れの存在。まあ私もああいう風になりたいと。自分の人生の目標になっちゃうってことなんですよね。ただアイドルじゃない。あ、可愛いよねで終わらないって話なんですよ。なので、あんなに K-POP だ、J-POP だ、メイドインジャパン、メイドインコリアが重要じゃない。だから韓国でこれからやることは何ですか？メイドインコリアではなく、メイドバイコリア。K-POP から生まれたいろんな、K-POP の曲を作ってる人が、構築したグループ。このようにメイドバイコリアっていうのが重要ですと。K-POP がどこのものなのかっていうのは重要じゃないという話をしますよね。NiziUは不買運動で、認知度が上がったんですよ。さっき言ったよね。で、ここで JYP が思うんだよね。今は何ですか ?2023 年。JYP はだから頭がめっちゃいいんですよ。不買運動はノージャパン行きません、買いませんになってたけど、認知度は逆にすごい上がったよね。NiziU って誰なんで全員、この売国名とか JYP かな叩いてたけど、時間が経てば経つほど NiziU は有利になりますよね。なんで ?NiziU が頑張りました。オリコンチャート1位。日本の中でとても人気。うん、そのコンサートの一種もあったし。そうだよね。女性アイドルとして、女性グループとして短期間で、その、イベントね。っていうのもあるし、ソフトバンク、コカ・コーラっていうすごい大きなもの。だから、本当に人気なんだ。JYP は逆にいいことしたかも。うん、K-POP を広げる人になったかも。ということで、逆に、ノージャパンからイエスジャパンになってる。だから、逆にそれがあってよかったよね。になりますね。さっきボイストリっていうグループとちょっと違う方向をちょっと、キャッチしました。あとはで、コロナが終わってみんな日本に行ってますよ。うん、今観光で日本に行く人が何百万人なんですよ、1年。うん、日本が一番近くて安いから、大分、福岡、北海道によく行きます。福岡めちゃめちゃ行きます、旅行として。新婚旅行も当たり前だけども、1年1回2回、ちょっとうどん食べに行こうかとか、1日で行く人もいれば、今円が安いのよね。だから韓国の国内旅行より今日本が安いので、日本によく来るようになってる。だから、日本の今文化についてあんまり抵抗がないんですよ。韓国人は。あんまり抵抗がないから、ずっとね、NiziUを応援できるように。そしてNiziUってそんなにイメージが悪くならない。っていうこともあります。その次何がありますか？ハイボールとお任せ。これ知らない方もいると思ってちょっと説明するんですけども、韓国で今日本の食べ物すごい好きなんですよね。ハイボール。もうハイボール一杯900円ですよ、皆さん。900円に1000円とかで売ってます。一杯を。やばくない？うん、そのぐらいのお金で売ってるので、人気。で、それでも美味しいって言うから飲みます。で、お任せ。お任せって言うと皆さん寿司とか座って高級な感じでこうやって食べるイメージあるじゃん。それ結構お金持ちとか会社員とかが言ってるイメージあるけど、韓国はね、若者が行くんですよ。なんで財力を自慢したくて、自分の彼女を落とすためにいろんなイベント。あとみんな行ってるのにうちのおばはなんで行ってくれない？なんで連れて行かない？みたいな言われると、しょうがねえな、みたいな。見せびらかすのが大好きな韓国ではもうしょうがない。もうお任せ行くしかない。一人当たり3万円ずつするけど、行くしかない。うん。だから、いろんなお任せがあるんですよ。だからもう、トッポッキでもお任せ、キンパでもお任せ、もう何でもお任せっていう風になってます。だから今、日本の文化をとても今楽しんでるようになってるっていうのも、JYP がね、早くNiziUを、韓国でデビューさせたいっていう風になったのかなと、思います。で、実際昨日ね、デビューをさせたら韓国の反応はどうでしょうか？これ書いてます。正式デビュー前から現地のいろんなチャートから頂点にいた。めちゃめちゃ褒めてますよね。これ何ニュースかというと SBS ニュースっていうやつです。SBS ニュースっていうのは韓国に KBS、 これは国営放送ですよ。日本でいう NHK、 その次の SBS、 日本でいう日テレぐらいです。これ3つが、韓国のね、地上波で有名な番組って言えるんですけど、正直いらない情報って出しません。絶対出さない。K-POP っていうのも出さない。K-POP っていうのが出るためにはどういう風にすれば出る？麻薬の問題で社会的になんか、問題を、物理及ぼす恐れがあると。もしくはK-POP の輸出がとても進んでいて、韓国の GDP が上がったとかのレベルだと来ます。そこで出てます。だから、このアイドル可愛いよねっていう風には出てないです。ただ、なんで出たかっていうと、やっぱ先ほど言ったんじゃないですか。輸出の素材として K-POP の、その文化を考えてたとしたら、日本から育てた全員日本人のグループが韓国に来てどうなるのかっていうことなんですよ。例えば、韓国が、サムスンの携帯有名じゃないですか。でも東芝、ソニー、パナソニックとかで作ったもので一つが、出るんですよ。ブランドが。じゃあ韓国人はどう思いますかっていうのはニュースに出てもおかしくないんじゃないですか。そういう観点で出たと思うんですけど、とても素晴らしいことです。このように韓国のね、テレビのメインニュースに、上げられたっていうのが。うん。で、SBS はソウルのやつなので、じゃあ全国のやつ。で、一番まあ、有名で芸能のやつでよく出ています。芸能界の話をよくしているので、政治家からも結構ブラックリストに上がったりとか、懲戒されたりする番組です。MBC っていう、ここにも出たんですよ。メンバー全員日本人の9人グループっていうのが、MBC の朝のニュースにも紹介されました。だから、ものすごい盛り上がってますよね。今、Niziu が、韓国で、デビューしたっていうのは、ニュースに出るっていうのはすごいです。で、実際、韓国での反応はどうなのか見てみましょう。韓国で好評です。今ちょっと小さくてあんまり読めないかもしれないけど、私読みますね。Niziu、いよいよついに韓国の放送でも会えるっていうのはすごく感激。ファイト。韓国のガールズグループが日本で、人気があったように、日本のガールズグループも韓国で、人気があるといいですね。だから完全に、もう J-POP、韓国、K-POP の問題じゃなくて、日本のグループがっていう表現をしてます。そういうのもあります。今日は初めて見たんだけど、いや、この意見大事じゃない？まあ、NiziuはNiziuを応援するのは当たり前だけど。今日初めて見たんだけど、とても可愛くて好感持てる。歌も聴いてみたけど、とても良かった。Niziuのデビューおめでとうございます。Niziuプロジェクト面白く見ました。韓国デビューおめでとうございます。I love you Niziu。一番、不思議な形のケースの韓国のデビュー。前、全員韓国語ができるので、音楽もそうだけど、芸能の、そういう、バラエティ番組ね。何も無理なくできると。期待が大きいNiziuファイト。このように全部書いてます。だから韓国の人って大体今すごい褒めてます。じゃあ、これからデビューをさせたから、JYP は、じゃあこれからはすごいじゃあ、サポートをしながら行くのか。と思ったら、いきなりこういうね、これ2018年のところ、まずJYP の野望をちょっと見てほしいんですけど、現地化することで世界化するっていう話をします。これどういう意味かというと、日本だと、日本に一番、馴染みやすい馴染みやすい人たちを現地で、雇う。もしくは、現地に通用するような風に発掘をするっていう話なんですよ。そういうのを持っていく。だから、少しでも嫌がるとダメなのね。それをすごい現地化するために頑張ってると。だから、Niziuを日本でね、作ったっていうのは当たり前かもしれません。うん、このように言ってました。実際。で、ものすごい、逆で言うと、どういう感じかっていうと、お金のことをメインで考えてるっていうことなんですよ。すごい考えると。まず JYP っていう自分のブランドを一番大きくさせるために、だからNiziu世界っていうよりは、アメリカではアメリカ。日本では日本、台湾では台湾、中国では中国、このように作りたいのね。うん。いろんな人を作りたいと。いうことを言うけど、そこまでの野望を見て皆さんが判断してるかどうかはわかりませんが、日本の、調査がありました。明治安田生命っていうところでアンケートの調査をして、日本人が選んだ理想の上司5位なんですよ。外国人初の上位ランキング。全部日本人なのに5位が韓国人なのね。つまり JYP はとても性格良さそう、いい人そうっていう日本人のこの優しい気持ちが伝わる。これ韓国の人って両方考えるんですよ。とても応援したい気持ちもあるんだけど、所属事務所の裏側の事情もすごい興味あるのね、韓国は。だから、その人がいい悪いっていうのが、別にお金を儲けるっていうのは悪い意味ではないじゃないですか。ただ両方見てる。だから JYP はその中でもね、かなりの野望を持っていて、かなり苦労しているはずなのに、で、Niziuがどのぐらい苦労してるのかは別にそこまでわからないかもしれないけど、理想の上司5位。でも私は100位の中にもちょっと入れないんじゃないかと思うんですよ。絶対大変でしょうね。うん、本当に私の上司だったらめっちゃ大変だと思うんですよ。うん、でも、理想の上司5位になっていると。これすごい面白いですよね。日本で見ると。皆さんはどうですか？ JYP と一緒に働きたい。うん、だから韓国人の見てるのとやっぱり日本とは感覚が違うので、だから JYP は、韓国で、あと韓国人っていうこの本音とかっていうのをうまく隠しているっていうか、いいイメージで自分がどういうふうにアピールができるのかっていうのをとてもよく知っている天才とも言えるのかなっていうふうに思いますよ。やっぱりただものではないんですよね。はい。じゃあ。次ニュースに出てるやつなんですけど、JYP はじゃあ、Niziuをこれからじゃあ、世界に連れていくのかなと思ったんですよ。お、出てる。JYP エンターテインメント、世界最大アメリカ市場。まあ、日本が世界3位なんですけど、アメリカ1位なのね。K-POP グローバルガールズグループで挑戦をすると。アメリカに挑戦。え、二重なの？あれ？二重ですか？と思って見たんですよ。で思ったら、違うことをやってるんですよ。知ってる方ももちろんいると思うけど、違うことをやってます。違うことをやってる。あれ？VCHAっていうグループをもうすでに準備をしていますよね。これ多分オーディション見てる方いると思うんで、あと韓国でも今放送出てるんで、わかると思うんですけど、全員アメリカ人なんですよね。全員。VCHAって言って、英語で言うとこう、VCHA なんですけど、VCHAっていう名前なんですよ。日本語で言うとテラセなんですけど、どういう意味？自分のいいところを世界に広げたい、こう照らしたいっていうイメージなんですよ、VCHA。で、名前が、歴史、ケイジ、カミラ、サバナ、ケイリ、ケンダルっていうことで、まあ、歴史の元々の名前、レクサスですよ、レクサス。うん。歌めっちゃうまいですよね、みんな。不思議な感じ、なんかこう、西洋人が韓国の、こういうなんか、歌ってるからめっちゃ不思議な感じだけど、JYP が、こう、寄与してる人はみんなライブはある程度全部うまいですよね。で、この中で、アメリカ人、アメリカ人、アメリカ人、カナダ人、アメリカ人で、この方が、韓国人なんですけど、それでも20国籍ですよ。アメリカと韓国。20国籍。何歳かわかります？今13歳です。ケイリー。で、12歳にデビューしたんですよ。これも結構炎上しましたね。12はひどいんじゃないかと。で、今13歳だと。うん。ね、このグループが、これからアメリカの、二重のような役割をします。うん、実際ね。うん。だから二重で、成功してるのを見たので、アメリカも前のワンダーガールズとは違って、今回はもう本当にあなたたちが見ても見た目もわからない。見た目もわかりません。もうこれで K-POP が何なのかわかんない。ただ私のグループ、私の会社なんでお金は私が取りますと。いう JYP が、去年、アメリカに法人を作りましたね。法人を作ったので、JYP の力っていうのは、JYP の手がもうすでにアメリカまでドバーされているということです。